今からもんじゃ作らせていただきます。まず上に乗せた、こちらはキリイカと、桜エビですね。そのままあらかじめ、鉄板の横に風味を出すためちょっと焼きます。当店はもんじゃに関してはキャベツを、あらかじめ、お客様に作りやすいようにみじん切りにしております。明太子はできる限り、固まらないように、細かくそして丁寧に焼き上げていきます。ここで今切り桜えびを切りながらもんじゃの中に入れ込んでいきます。当店の川野はこの手さばきが、渋谷一と言われております。真ん中に土手を作り円で中に出汁を流し込む、当店の出汁はあらかじめ味付けはしております。なんと出汁作りには2日間を要しております。小魚の魚を使った削り節のと椎茸、無添加着色料などは一切使ってない当店の自慢の出汁でございます。よくお客様に味付けをさせるというお店がございますが、当店ではあらかじめ味付けをし、揺るぎのないような味付けになっております。いつ食べても80の味が保たれるように作らせていただいております。はい、ここで混ぜます。火加減にもよりますが、約、2分から3分ぐらいで考えていただければよいかと思います。あまり焼きすぎますと焦げになりますので、鉄板の上に大きく伸ばし、ベビースターは混ぜません。ベビースターとチーズ、こちらのチーズも混ぜません。チーズの風味、そしてベビースターの風味を守るためあえて混ぜません。はい、当店の明太子ベビースターチーズもんじゃ完成です。ホクホク、ホクホク言いながら、あっつい。あ、こんな感じで食べてください。